えっと、よく言うのは長生きするためにその勢いでバーンで出てきた若手って途中で司会がやれるように自分から「俺が俺が」を言わなくしたりとか、はい、割と司会にちゃんと転身してる人って人においしいところをあげてあんま自分からギャグ言わなくなるって言うし<ー>そうするのが長生きできるって言うんだけど。えー 飛んでるずって全くそれしなかったですよねい<や>違いますもんね、まあ、あの MC 目指すっていうじゃんみんな今のやつら、はい、え、なにそれってあそういう感覚なんですかそこまでそれなんじゃないんじゃないのってだからなんか意外に珍しいパターンだと思うんですよちゃんと冠やってゲスト呼んでって回しもやってるじゃないですかなんだけどいわゆるこう 下手すら俺ゲストより面白いこと言ってやろうっていう姿勢の感じで俺多分今失礼なこと言ってますけどでもそんな感じじゃないですか。